近藤健介に、レフトスタンドへの左中間の村上宗隆のような大谷翔平かのような輝きが強いで3対0、2点以上取れない話し合戦は、この時点で試合終了だ。何してくれてんめっちゃめっちゃんだよ。メッセンジャーサイドイチャンゴビーズリーや、初回何ストリーラー見てんねん。あなたも致命傷やろ。あの一撃で試合終わったも同然やな。お前遠征してきた、安心マン、和田福岡に遠征した安心マンが勝つ勝つやろや。何見せられてんねん、2試合何見せられてんねんな。こんにちは、完封負け。ほんで、2戦目。おー、昼間から朝を酒飲んで、お鍋食うて、おー、応援するな、体しやがったことで、さあ、よかと思ったら、おー、初回、いきなり試合終了を告げられるスリーランホームラン、おー、どんな集中が飛んねん、どんな集中が飛んねん、俺たち安心は何したって言うよ、おい。その後も、プロ初ホームラン、柳田2世、キータ2世と呼ばれている、笹川犯人、おー、柳田かのような、フォローする、完璧な、126メートルだったか、おー、こうしてでもまあまあ飛んでるぞ、それやったら、おー、化け物が撃ちおった、おー、それか、おい、今日のスタメンに、なんで豊田がおらへんの、なんで豊田教師がおらへんねんな、7番セルドン、いつも使うねセルドンかよ、優先順位で入るのはな、おかな、おかしいやろな、どうやってね、これ豊田教師を使うやろ、普通セルドンよりも豊田やろ、絶対にな、なんで豊田じゃないねんな、おかしいやろな、DH で前側ファン使ってよ、レフト、誰行こうかな、セルドンやな、ダメだね、なんでやねん、なんでそうなんねん、これは。何を評価しとるんやな。セルドン、まあ、たまには打つけどもやな。あ、すがに今のトヨハンと比べたらトヨの方が上やしやな。まあ、一軍に呼んできて、お前。何を期待してトヨだけだよ、トヨのはかわいそうやろ、これは。なあ、おかしいやろ。なあ、お前二軍でもな、ノグちゃんとかいつもハンとか頑張ってる中で、ああ、一軍に誰もあげず、ようやくあげたトヨのハン。トヨタのクラスを上げて、何試合使おうた、ちゃんと使おうたは何試合や、おい、1試合だけやるー、どういう思考かやるー、おしてろー、若手を一定するじゃないのか、おかだー、飲んでーよー、やー、おかしいやろ、てか若手に苦手とかじゃなくてやな、稼いにもこだわめやったらよ、お前トヨタやろな、トヨタ広使うやろ、ほんでな、ショートしないもいつまで使っとんねんよ、終わったもん、赤いよ、ちゃんと、何やねん、お前ら。まあ、趣味ではな、この何人はいいプレイもあるけどもやな、お前。ダブルプレイめちゃくちゃ映しや。おー、正直な、働いてくれてはないで。おー、はっきり言うて。大畑優平と併用するのが一番やろ、今の成績やったら。プレイヤーじゃないやろ、どう考えてもな。そこはな、まあ、交流戦というか、この6月、阪神大学はね、なかなか出ないね。原因ではありますよ、正直、岡田さん。あんたの選手起用とかが間違っとるね。おー、はっきり言うて。試合振り返っていくと、まず初回やな。一回表、近本さんがな、内野安打で出塁して、その盗塁を決めて、ノーアウト二塁。そっから、2番の中野でストフライ、3番森下三振、4番手、寺脇ライトフライ。なんで近本初回入れて、盗塁して、ノーアウト二塁で、点が入らへんねん。おかしいやろ。ノーアウト二塁。近本出塁1番。1番近本出塁からも盗塁最高流れ、これで点が入らない、もうそんな打線やねん、これそんな打線やねん、それはなあ、おかしいやろ、初回の攻撃でな、もうこれ以上ない形やで、もう何のためのなあ、2番3番4番なのか分からへんやろ、これじゃなあ、どうやって点とね、ノーアウト3塁までいかん、無理やんか、なあ、おかしいやろ、これはありえへんやろ、これはな。ほんで、その裏な、近藤犯人、スリーランホームラン叩き込まれて、いきなり3対0。まあ、この時点でね、まあ、試合はもう、決着ついたんですけども。さらに5回裏、ギータ2世の笹川犯人、ホームラン4対0。そしてその後、ワンアウト1塁から、今宮さんが、ライトのヒット。まあ、これな、シュート犯エンドランとって、まあ、森下さんがそれ焦ったんか知らんけど、ファンブルして、シュート犯一気にホームイン5対0。
当にもう、あ、ゴールにされてんねんからな、おあの、どんだけあなたところで3塁は行かれんねん。なあ、もう焦る必要ないねん。おせっついて処理しとったらええねんな。俺な、お前な、ちょっとファンブルするからな、お前シュートは息ホーまで来たやないからな。お前がちゃんとな、そこ、おぉ、ちゃんと取ってたら、シュートは絶対にホーまで来てない。なあ、どんだけ行かれても3塁やねんから。ほんで、よう、エンドワン決まるな、おう。うちは全然決まらないわ。おう、フルカウントからな、まっすぐ、ど真ん中まっすぐ来て、もう空振りするやつおるから。おう、決まらへんわ。これがな、強いチームと、B クラスのな、差ですわ。おう、それ独走もしますからな。エンドワンが見事に決まったら、うちはエンドワンかけても三振ゲッツや、おい。どうやってんだ、お前、これは。まあ、スワローズね、糸原さんのタイムリーでね、1点返すんですけど、ツーアウト1塁2塁、その続きをね、ヤバのシェルドン、ツーアウト1塁2塁から、空振り三振。今、鈴木反省今、鈴木反省もう戦えもうなおかしいやろななんでやねんここで三振するやつなんでスタメンやねんこれだけをしたんせお前だけはダッセーななんでやねなんでここで三振かおー、ありえへんやろ、もう、これは。もう使ってる意味ないわな、はっきり言うて。おー。明日絶対トヨタ表示出せよ。これで明日スタメンノイジーでな、トヨタまた使われそうやったら、もう暴動も起きるで、はっきり言うて。おー。もう砂で頭からぶっかけられるぞ。ほんまに。福岡空港でエラーに会うぞ。ただー明日は、最強と、うちのエース、大エース最強とか、先発でございます。まあ、これはね、はっきり言うて、はっきり言うて、ホークス打線もね、苦戦しますよ。本物ですから、パワーピッチャー、パリーグでもね、もう十分通用するでしょ。ビーズリーハントは別格ですから、はっきり言うて。なんか、昨日ね、二枚看板とか言いましたけど、まあ、実質ちょっともう別格ですから、今、セリーグで一番いいピッチャー、一番いいピッチャーやから、これはね、ほんまにはっきり言うて苦戦するよ。まあ、このね、再起用とか、再起用とかね、おるおかげでね、今まで3択とか、されずにね、来たんで、明日もね、しっかりね、ストッパー、そしてのね、役割、果たしてもらいましょうか。うちの再起用と、これはね、ほんまに勝利の男ですから、福岡でもね、暴れますね。ということで、ソフトバンクホークス、この再起用と、絶対打てへんからな。震えて眠れ、よろしく。